ヤンゴンはミャンマーの旧首都でヤンゴンタンクの首都。ヤンゴンという名称は敵がつきたという意味がある。旧名称はラングーン。2006年よりネピドンが首都となっている。ヤンゴンの衛星写真1983年の統計によると人口はに458、45 712人を数え国内最大都市である。1989年に ラングーから解消された。名前は、戦いの終わりを意味する。A ヤワディ側のデルタ地帯に位置している。重要な交易地であり、米、地域材、石油、綿、鉱石の輸出拠点である。主な産業は、精米、木材加工、石油生成、鉄鋼業などである。ヤンゴンは、欠片の気候区分では、熱帯モンスーン気候に属しており、 浮き前には摂氏37度にまで気温が上がる。シュエダゴンパゴダヤンゴンは6世紀に当時低地ビル馬を支配していたモ族によってダゴンの名で創設された。ダゴンはシュエダゴンパゴダをほぼを中心とした小さな漁村だった。1755年、アラウンパイア王がダゴンを征服し、ヤンゴンと改名し、ダゴンの周囲に入植した。英国は 第一次英明戦争中にヤンゴンを占領したが戦後にビルマに返還した。1841年、町は火災で壊滅した1911年のヤンゴン、英国は1852年の第二次英明戦争によってヤンゴン及び定置ビルマ地区を占領し、その後ヤンゴンをラン軍に変更、英国領ビルマの商業的かつ政治的な中心地に変えていった。 軍の技師だったアレクサンダー・フレイザーの設計に基づき、英国は、バズンダウン側の東側及びアンゴン側の南側と、東側に接する、デルタ地帯の都市計画に基づき、新都市を建設した。インドから追放されたムガル帝国最後の皇帝である、バハードゥル・シャー・2世は、ラングーンに住んでいた。1885年の第3次英明戦争で、英国が、 高知ビルマを支配下に入れた後、ランブーンは英国領ビルマの首都となった。1890年代までにヤンゴンの人口及び商業活動の増加により、カンドージー湖とインヤー湖の北側に裕福な郊外住宅地が出現した。英国人はランブーン総合病院などの病院やランブーン大学などの大学を創設した。植民地時代のヤンゴンは広大な公園や 湖、近代的な建物と伝統的な木造建築の融合が見られ、東の庭園都市と呼ばれた。20世紀の初期までに、ヤンゴンは公共サービス及び社会的インフラで、ロンドンと肩を並べるほどとなった。第二次世界大戦前、ヤンゴンの人口50万人の約55%は、インド人あるいは南アジア人であり、 ビルマ人は総人口のわずか約1、3で、その他は、カレン族、カジン、英国人とビルマ人の根結及び、他民族だった。第二次世界大戦直後のヤンゴン第一次、世界大戦後、ヤンゴンは、極左のラングーン大学生たちが率いたビルマ独立、運動の中心地となった。1920、1936,1938年の、 大英帝国に対する3度の全国的なストライキはすべてヤンゴンで開始された。1942年から1945年にかけてヤンゴンは日本軍による占領を受け第二次世界大戦中に甚大な被害を受けた。1948年1月4日英国から独立を勝ち取った際にヤンゴンはビルマ連合の首都となった。 1948年のビルマ独立後すぐに植民地時代の街路や公園などの名前の多くはビルマの国家主義的な名前に変更された。1989年、現在の軍事政権は多くのビルマ名の英語の音訳名を変更すると同時に街の英語名をヤンゴンに変更した。軍事政権の名称変更が不適切であると考えている多くのビルマ人や BBC を含む報道局並びに英国、米国などの国家にこの解明は受け入れられていない。独立後、ヤンゴンは郊外に向かって拡大した。1950年代に政府はケ田や北オッカラパ及び南オッカラパなどの衛生都市を建設し、1980年代にはラインタやシェピタや南ダゴンを建設した。今日、 大ヤンゴン都市圏は約600平方キロメートルもの地域に及んでいる。孤立主義者のネウィンの知性化でヤンゴンのインフラは不十分な管理によって悪化し増加する人口に対応できていなかった。1990年代、現軍事政権の市場開放政策は国内及び海外の投資を引き寄せ街のインフラの近代化が若干起きた。市内の居住者は 新しい衛生都市に強制移住させられた。市当局は約200の植民地時代の有名な建物を市の遺産リストに登録すると同時に多くの植民地時代の建物を高級ホテルや館長、ショッピングモールなどへの道を作るために取り壊した。主要な建設計画により6本の新しい橋と市と内地の工業地帯を結ぶ5本の新しい 高速道路が完成した。それでも、ヤンゴンの多くの地区では、24時間の電気使用や、定期的なゴミの収集などの基本的な行政サービスが行われていない。ヤンゴンは独立以来、民族構成において、土着のビルマ人の割合が増えた。独立後、多くの南アジア人及び、英国人とビルマ人の根結は、国を後にした。1960年代、 多くの南アジア人は、排外的なネウィン政権によって、国外退去を強いられた。にもかかわらず、ヤンゴンには、大きな南アジア人及び、家人のコミュニティが、なおも存在している。英国人とビルマ人の婚結は、国外に逃れたり、多種族のビルマ人と結婚したりして、姿を消した。2006年の市街マーケットヤンゴンは、1974。 1988-2007年の大きな反政府運動の中心地となった。それぞれの年に政府によって発砲された参加者が流血する事態となった。1983年には北朝鮮による韓国の全都間大統領一行の暗殺を計画した国家テロの乱軍事件は当地で起きた。2007年の反政府運動では同年9月に バンコクより現地に入り取材を行っていた日本人ジャーナリスト永井健治が射殺された。2008年の5月、サイクロンナルギスがヤンゴンを襲った。街では数人の死者が出ただけだが、ヤンゴンの工業インフラの3、4が破壊、損壊を受け、被害額は8億米ドルと見積もられた。2006年、丹種へ率いる軍事政権により、 ミャンマーの首都はネピドーに移された。首都移転以降もヤンゴンはミャンマー経済の中心地としてその地位を維持している。ヤンゴン市庁舎ヤンゴンはヤンゴン市開発委員会によって行政が行われている。市開発委員会は都市計画を調整する役割も持っている。ヤンゴン市は四つの県に分かれており、その下にさらに軍区に分かれる。全十五軍区あるが、 そのうち33軍区がヤンゴン市となる。ヤンゴン第一医科大学教育に対する国家資質が非常に少ないミャンマーの中でヤンゴンは国内で最も質の高い教師層、教育施設を有している。同じ市内の学校であっても貧しい学校と裕福な学校では教育機会、達成度合いに大きな不均衡がある。学校への国の女性がほとんどないために 各学校では学生の父兄からほぼ強制の寄付や様々な費用請求によって教師の給料の大半を賄っているのが現状である。この出費のために貧しい家庭の学生が退学に追い詰められてしまうことがある。多くの貧しい地域の学生は高等学校に進学することはできない。その一方でヤンゴンの裕福な地域には多くの高校が存在する。 ダゴン第一基礎教育高等学校、サンチャウン第二基礎教育高等学校、バハン第二基礎教育高等学校、ラタ第二基礎教育高等学校、ヤンゴン教育大学附属高等学校などが有名大学に多数の学生を送り出し、ミャンマーで希少な人材を輩出している。裕福な家庭では、さらに国家教育システムを避け、指定を ヤンゴン国際教育センターなどの私立英語学校や海外大学に送り教育を受けさせることもある。2008年ヤンゴン市内のインターナショナルスクールの学費は少なくとも年8000米ドルにもなる。ヤンゴン市内には20校を超える大学、短科大学がある。その中でヤンゴン大学が最も知られておりメインキャンパスは文学、音楽、 映画などのポップカルチャーの中心となっている。同大学は1878年に創設された、ミャンマーで最も古い伝統を持っているものも、現在、学部教育の多くが剥奪され、ほとんど大学院教育機関となっている。1988年、8888、民主化運動後、軍事政府は繰り返し、ヤンゴン大学を閉鎖して、ほとんどの大学学部制を、 郊外のダゴン大学、東ヤンゴン大学、西ヤンゴン大学などの新設大学に分散させた。いずれにしても、国内の優秀な大学は、ヤンゴン市内に依然集中しており、教育を受けるために、全国から学生が集まってくる。ヤンゴン第一以下大学、ヤンゴン第二以下大学、ヤンゴン外国語大学、ヤンゴン工科大学、ヤンゴンコンピュータ大学、 ヤンマー海洋大学なども有名大学である。ヤンゴンは空路、陸路、鉄道の国内、国際的ハブとなっている。市内を走る東部バスバスかつては市内を走る路線バスの多くが日本の中古車で、神奈川中央交通、相模鉄道、東部バスなどが車体の色をそのままに走っていた。その中でも多くを占めるもと、 カンナ中バスの車両は、運賃前払い、出入り口、カンナ中運転士募集などの表示がそのままになっていることが多い。なお、ミャンマーでは、日本と違い右側通行となっているため、一部を除き、右側にドアを取り付ける改造を受けている。現在では韓国からの中古バスや中国製の新車の CNG ノンステップバスが大量導入され、日本製の中古バスの導入は停止され、 既存の日本製中古バスも淘汰が進んでいる。タクシーや一般乗用車、商用車でも日本の中古車が多くを占めている。日本のタクシーからの廃車を活用して、塗装は日本交通、グリーンキャブ、都市交通、日の丸自動車、チェッカー無線などといった、いわゆるそのままで走っている。セドリックやクラウンでは LPG 仕様から ディーゼルエンジンへ乾燥の上活躍している。加えて、初乗り710円、深夜割増し、成田空港へのご要名は、自動ドア、東京ディズニーリゾートなどの表示が残されていることが多い。商用車版でもタクシーを営業でき、AD、カローラ版なども、商事、XX 工場1号車、JR 東日本等の社名や、XX 学習塾、 XX 教習所などを消さずにそのまま走っている。以前は軍事国家だったことから輸入は体系輸だったが中古車の輸入に対して規制緩和が行われ直接ミャンマーに輸入されるようになった。一般乗用車の数も日本の中古車が圧倒している。その他、ロールスロイス、メルセデスベンツ、フォルクスワーゲン、BMW、ローバー、ジープ、クライスラー、 キャデラックといった欧米車も日本からの中古である。民主化以降、自動車が急速に普及し、ヤンゴン市内では慢性的な渋滞が発生している。シェゴンダイン高架橋、編集先日の渋滞対策として、ミャンマー発となる高架橋の建設が開始された。シェゴンダイン高架橋という名のこの橋は全長420メートルで、 ヤンゴン中心部のランドマークになると期待されていた。建設工事は日本の JFE エンジニアリングが2012年に受注したもので、現地スタッフと共同の工事により2013年12月に完成し、渋滞を劇的に解消したと成果を報告している。ヤンゴン中央駅ヤンゴン中央駅はミャンマー鉄道のメインターミナルである。 総延長 5403km に及ぶ鉄道網は上ビルマ地域、ビルマ高地、シャン高地、タニンダーリ沿岸地域を接続している。走っている列車ヤンゴン環状線は総延長 45.9km39 駅のコミューターレール網。ヤンゴンの衛星都市群を接続し約3時間で一周する。この交通システムは 多くの市民によって愛用されており、毎日約15万枚の切符が販売されている。2007年政府がガソリン補助金の引き下げを行うと、ヤンゴン環状線の利用率は急激に高まった。2014年8月16日からは、かつてクルリ線で使用されていた国鉄機ハ38系機動車がヤンゴン環状線で営業運転を開始している。ミャンマー国鉄では、 初となるエアコン自動扉装備車両として2時間に1本程度のペースで運転されている。均一料金で2019年4月現在200チャット。ヤンゴンの4つのフェリーは中心市街地の貸しにあり、主にダラ軍区から丹林ンン軍区までを渡している。エアヤワディデルタ地域に向けた地方フェリーも発着している。1990年代にヤンゴンから エイアワデカンクに抜ける道路が完成するまで 35km のトゥアンテウンガのカウンガヤンゴンからエイアワディデルタ地域に抜ける最短ルートだった。現在なおデルタ地帯へ向かう旅客フェリーは運用されている。一方で、上、ビルマ地域へ向かうエイアワディ側の航路のほとんどは現在旅行者用のリバークルーズのルートになった。 スレーパゴダ、チャウッタージーパゴダ、感動ジーコ旅行その他。ありがとうございます。